はい、どうもです。今日はですね、こちら、コクハンアラとアゴハタっていう食材ですね。それでは、まずは他の映像からご覧ください。今日はですね、久しぶりの魚付き動画なんですけども、やっぱりね、冬は魚の警戒心が強くて、なかなかね、動画にあげるような面白い魚が取れなくて、なかなか上がっていないといった状況になっております。ということで、岩の下を確認しに行くんですけども、今真ん中にアゴハタがいますよ。まあそれはスルーして、岩の下を確認していきます。まあ時々こういうところに大型魚がいたりするんですけども、いませんでしたね。それではさっきいたアゴハタを狙うことにしました。意外とね、こういうの見つかりづらいんですよ。見つけました。岩の中に入っていますね。さて、水中銃を構えて狙おうとするんですけども、いや、やっぱりこのまま撃つと岩にめり込んで抜けなくなる可能性が高いんで、ゴムを緩めることにしました。ちなみにこんな海底でゴム引くのはすごく体に悪いらしいです。はい、まあそうも言ってられません。それでは狙っていきましょう。ヒット。ちなみにこんな感じで全然逃げない魚は大体ね、毒があります。で、この魚着いた時は何の魚か知らなかったんで、もしかしたらやばいかもなぁと思いながら、浮上しているところです。で、後で調べたらしっかり毒ありました。はい、さてこちらがアゴハタです。それではですね、次は夜の海を見ていきましょう。それではいきなり潜航開始です。おっきい魚がいましたね。ゆっくり近づいていってヒットするんですけど、抜けてしまったところ、もう一発ヒット、なんとかね、取れました。こちら立派なコクハンアラですね。まあこういう小さい森でもですね、意外とね、大きい魚ね、つけるんですよね。それでは家に持って帰ってさばいていきましょう。はい、ということで今日はですね、コクハンアラとアゴハタなんですけども、まあ夜にね、コクハンアラ出会ったの初めてだったんですけど、初めての魚って相手がどう動いてくるかっていうのが分かんなくて、もうドキドキしながらスーって潜っていって、近づいていって逃げんなよと思いながらスパーンって頭打ったら大暴れしてちぎれて、うわーって思ったけど、こいつ半分寝てて、そこでスパーンって言ってなんとか取れたっていうね、まあ嬉しかったから動画にするという感じですね。はい、ということで早速観察していきましょう。はい、こんな感じですね。まあアゴハタと比べるともうサイズがすごいでかく見えるんですけど、 3.8 キロです。まあぼちぼちな個体ですね。で、コクハンアラの名前の由来なんですけど、まあ、死んだらあんま目立たないんですけど、背中にね、こういうね、黒い斑点があったと思うんですけど、その黒い斑点、コクハンがあるからコクハンアラって言われてますね。で、お腹触った感じはね、ちょっとね、内臓脂肪っぽい感じがしますね。弾力があるっていうか。で、あと青い斑点みたいなのがあるのがね、かなり特徴的ですね。で、これはね、黒いんでそんなにスジアラには似てないんですけど、スジアラとの違いはね、このヒレですね。これヒレがね、全然違う。ヒレがすごい黒いんですよ。そしてこちらがアゴハタですね。結構ね、毒々しい模様してますよね。うん、実際に毒あるんですけども、この個体結構ちっちゃくて23センチぐらいかな、なんですけど、まあこいつはね、大きくならないです。大きくなっても30センチぐらい。このね、白い粘液みたいなの出てるの分かると思うんですけど、これがね、毒です。そう、このアゴハタ、まあほとんどの人がね、初めて見るんじゃないかなと思うんですけど、毒があるんでね、多分販売禁止にはなってないけど、誰も売らないんじゃないかな。体表がね、すごいヌメヌメしてるんですけど、この体表からグラミスチンっていう毒成分を分泌してて、これがね、またすごいんですよ。指につけてこうやって舐めると、あー、やばい、とんでもなく苦くてまずい味がするんですけど、ようやく口に苦しとかね、まあ言うけども、これはシンプルに毒で、毒性としては溶血性って言って、赤血球を壊す成分だったり、細胞を壊す成分をね、持ってたりするらしいです。ちなみにね、この体表のぬめりの味がもうほんと
当にまずくて、食っちゃいけない味ってこれなんだっていう、もうそんな感じ。本当にダメな味がする。一応人間にはそんなに効果がない毒とは言われてるんでね、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあ皆さんね、釣ったりしたらね、リリースした方がいいんじゃないかなと思ってます。で、こいつの名前の由来、これ可愛いですよ。ここ見て、これプルンプルンしてるでしょ。この顎に変なプルンプルンのついてるんで、アゴハタです。はい、それではさばいていきましょう。はい、それでは早速鱗落としていきましょう。まあ、コクハラはね、高圧洗浄機とかで鱗を飛ばした方が楽ではあるんですけど、高圧洗浄機って準備するのめんどくさいんですよ、実は。この鱗を床にめちゃくちゃ飛ばして、その後掃除するか、柳刃包丁をキンキンに研いで、すき引きをして、するかっていう。まあ、二択だったんですけど、今日こっちにしました。包丁研ぐのもね、結構時間かかるんでね、なんだかんだ掃除するのが一番楽なんじゃないかと、最近思い始めてます。すき引きはね、鱗飛ばないんでね、掃除がめちゃくちゃ楽なんですけど、包丁を研ぐのがね、結構大変だったりするんですよね。うん。ここからね、かなり取りやすいよ、鱗は。うん。素直って感じ。まあ、こういう鱗取り使う場合は、この下側はね、こうやってやると取りづらいんで、こうやって持ち替えてやるとね、結構取りやすいですね。こういう持ち方でね。次はアゴハタ。わっ、鱗が取れない。包丁でいこう。あ、鱗がちっちゃいな、これものすごく細かいぞ。そしてヌルヌルがすごいわ。ちなみにこのヌルヌル成分、抗菌作用とかも結構あるらしいんで、通常の熟成よりももっと持つかもね。普通の魚より腐らないんじゃないかな、なかなか。なぜ皮に抗菌作用があるからね。鱗が取れてるかどうかわかんねえ、ちっちゃすぎて。洗剤っぽい成分でもね、あるらしいんだよね。すごい泡立つらしい、こういうの集めてやると。ちょっとサポニンみたいだよね。味はもうなんかサポニンの方が全然マシだけど、サポニンも相当まずいけどね。この味はマジでね、飲み込めない味なんだよな。毒だから飲み込まない方がいいんだけど。よし、洗っていこう。はい、それでは綺麗になりました。ということで内臓を見ていきましょう。肛門から入れていきます。おお、内臓脂肪入ってるぞ。いいじゃないですか。うわー、内臓脂肪すごいぞ。いいねー、いいですよ。まあでもそんなにすごいっていうほどではないけどね。でも南の島にしてはすごい内臓脂肪いいですね。やっぱ冬になると魚が美味しくなりますからね。こうやって脂肪が乗ってね。夏はねパサパサですからね、魚は。うわー、胆の長、これ潰すと臭くなるやつですね。これ胃袋なんですけど、これ何も入ってなそうですね。一応見てみますか。何も入ってなさそうだけどね。やっぱ何も入ってないですね。じゃあ次、アゴハタ行きましょう。アゴハタ。なんかね、これ結構お腹入ってそうなんだよね。うわ、なんだこれ。すごい内臓だな。全部繋がってる。うわ、くさ。全部繋がってるけど、なんか、あ、胃袋の中なんか入ってるぞ。うわ、くさ。これね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、カニですね。カニ食ってます。くさ。今回はちょっと新鮮な身が欲しいって言ってる人がいたんで、ちょっとイレギュラーなね、形の熟成でやっていこうと思います。はい。多分ね、それは熟成じゃないって言ってくる人がね、まあいると思うんですけども、やっていきましょう。はい。それでは早速、頭落としていきます。胸びれの後ろから、こうやって。おー、ちょっと油が乗ってて包丁が進みづらいな。で、反対側も行きましょう。こっちも、胸びれの後ろから、包丁を入れていきます。でも背骨はね、もう関節狙っていきます。包丁がダメになっちゃうんでね。ここに関節があるんですよ。ここに。ここにね、スッと。包丁入れて。で、頭を外したら、血が入ってるんで、ここに傷をつけていきます。やっぱりね、血とかはね、結構劣化しやすいんで、熟成する際はね、外しておきますね。うん。で、これをササラで洗い流していきます。はい、次はね、アゴハタです。エラ取っていきましょう。エラを取っていきます。エラもね、すごい劣化しやすいんで、絶対取った方がいいですね。で、ここ浮き袋がついてるんで、浮き袋も外していきます。この魚ね、臭いです、とても。同じ日に取ったんですけどね、とても臭いです。で、これも血液でつけて、ササラで洗っていきます。
臭いな。はい、それでは他2枚にね、おろしていきます。本当はね、魚ってこういう断面とかね、空気に触れてね、劣化しちゃうんで、なるべく切断面がない方がいいんですけども、まあ、今日はですね、半分使って、その後、まだ何日か楽しみたい時用みたいな感じですね。それではおろしていきましょう。まずは皮に切り込みを入れていきます。で、俺はね、ここ、こうやって切っとく派ですね。じゃ、背中面もいきましょう。どうでしょう？はい。ちょっと失敗したな。おろしたこっちをね、人にあげて、こっちが背骨がついてる方を熟成します。はい。ということで、一応この状態でね、熟成していくんですけど、なんでこの状態熟成するかっていうと、こうやって背骨があることによって、身が空気に触れないんですよね。で、ここの腹骨とかもついてるんで、ここまで空気に触れないんですよ。とにかくね、魚の脂肪って、本当にね、劣化するのが早くて、とにかく空気に触れないことがね、結構重要なんですよね。ということでね、半分使った時は、こんな感じでね、保存していきます。よし、じゃあ、水気を拭き取っていきます。水分量がね、あると、細菌が繁殖して、腐りやすくなるんでね、こうやって水をね、できる限り取っていきます。絨毯みたいでしょう。絨毯じゃないんですよこれ。で、キッチンペーパーでね巻いていきます。まあこれ余分な水分が出た時に吸収するためですね。すごく血が出てきてるんだけど、背骨の間から。よろしくないね。まあ仕方がない。あー、で、ここはラップです。これなるべく空気に触れないように巻いていくといいです。俺は不器用なんでね、このぐらいが限界ですよ。これを冷蔵庫で3日です。肩はね、もう頭がうまいんで、頭ももちろんね、処理していきます。もう俺がここついちゃったからさ、ぐちゃぐちゃになってるけど、なんとかなるでしょ。まあ、でかいんでね、半分に割っていきます。滑るんでね、一旦こうキッチンペーパーをね、こうやって敷いて上に置いて、そこから始めていきます。こうするとね、滑らないんですよ。で、コックカードはね、もう刃が鋭くて、こうやって持つと痛いんで、ここもキッチンペーパーでね、持っていきます。よし、割っていこう。これ前歯の間に入れます。2本あるんですけど。かて。さて、どうでしょう。あれ、変なとこ割ってんな。半端に頭がえぐれてるから、変な感じになってるわ。これね、今どういう状態か分かんないと思うんですけど、こういう状態です。下唇だけがね、繋がってる状態ですね。 OK。 で、ここね、エラがついてるんで、これもね、これに包丁をね、サクッと入れて。ちなみにね、畑系のエラはね、マジでトゲトゲしてるんでね、絶対にね、エラの中には手突っ込まない方がいいですね。本当に抜けないんだよね。取れた。どうしようかな。頭ぐちゃぐちゃだな。ぐちゃぐちゃなとこ外しとくか。さすがに傷んでるね。こんだけぐちゃぐちゃにしたら。はい、そしたら、またね、血をササラで洗い流していきます。にしてももう手がギトギトだわ。これは絶対にうまいぞ。はい、それではね、綺麗になりました。これもね、巻いていきます。はい、それでは、こちらをね、冷蔵庫で3日間熟成させていきます。はい、ということで、4日経ちました。いつもだったらね、待ちきれずに開けてるところなんですけど、忙しかった。よし！ 4 日経ったけど、どうでしょう？やっていきましょうか。ちょっとやりすぎた感があるんだけど。さて、開けてみましょう。お、匂いはないぞ。いい感じですね。はい、こんな感じですね。これ、アゴハタはね、すごい水分が抜けてシワシワになってるわ。とりあえず、ちょっと表面を洗い流していきましょう。いやー、今回な、4日は長すぎたかもな。まあ、なんか最近の風潮としてさ、熟成って長いほどいいよみたいな感じがあって、まあ、2週間熟成とか、なんなら20日熟成とかさ、もてはやされたりとかするんですけど、俺はね、科学を信じてるんで、違うんじゃないかなと思ってるんですよ。魚の中にね、もともと ATP っていう物質があるんですけど、これが死んだ後に ADP に分解されて、その後 AMP に分解されて、その後イノシン酸っていうのに分解されるんですけど、そのイノシン酸っていうのが旨味成分
成分なんですね。で、これが熟成の過程。で、このイノシン酸っていうのが三大旨味成分の一つなんですけど、これを増やすのが俺は熟成だと思ってるんですね。で、このイノシン酸になった物質は、緩やかにイノシンっていう物質に変わって、その後ヒポキサンチンっていう物質に変わるんですね。で、イノシンもヒポキサンチンも旨味成分じゃないんで、熟成させすぎると旨味なくなっちゃうんですよね。そう、だからね、理論的に言えば、長期間の熟成って間違ってるんだよね。でもなんか、その20日とかの熟成の刺身食べた人、食べて、うわ、うまいなーとか言ってるから、本当なのかなと思って、ちょっとね、俺ね、一回食べさせてほしい。そういうの。20日熟成とかね。食べさせてほしいよ、誰か。でも俺は、3日ぐらいがベストだと思ってる。はい、ちょっとね、余談を挟んだところで、今日はですね、コクハラとアゴハタのお刺身、そしてですね、なんかね、唐揚げを味噌汁にぶち込むとうまいぞという話を聞いたんで、唐揚げ味噌汁っていうものをね、作ってみようと思います。それではですね、まず唐揚げ作ろう。やっぱ味噌汁のアラと言いましたら、釜でしょ。釜が最高だと思うんですね。釜を使っていきます。これちぎれそう。ちぎれないわ。これを使っていきます。最高ですね。はい、OK。はい、そしたらね、肥料を取っていきます。そういえば、どういう唐揚げを味噌汁にぶち込むのか聞くの忘れてたわ。片栗粉つけるのかな、素揚げなのかな。まあ2つ釜あるし、1個ずつ作るか。じゃあ片栗粉まぶしていきます。片栗粉つけた方がなんか旨味が出ていかないような感じがするけどね。なんとなくだけど、ムニエルとかもなんかそんな感じでしょ。片栗粉つけて旨味を逃さないようにするみたいな。よし、無駄な粉はね、払っていきましょう。余分な粉か。無駄な粉ってなんか言い方悪いな。余分な粉ね、余分な。なんか鶏の唐揚げとかさ、粉多いやつはあんまり美味しくないよね。やっぱ余分な粉は取った方がいいんだよ。ダマになったら美味しくないから。よいしょ。さて、入れていきましょう。早かった。バリバリ早かったな。いい音や。うわ、もうかぶりつきたい。そして素揚げいきます。うわ、これ跳ねるぞ、やべえ。うわ、跳ねるな。掃除したのにめっちゃ汚れてる。そしたらですね、味噌汁の準備をしていきましょう。具材は里芋と人参です。里芋ね、もらいました。ただ里芋はね、料理したことないんで、どうやって調理するかわかんないですけど、とりあえず皮むいていきましょう。こうヘタみたいなとこ落とすんですよ。で、皮を剥いていったらいいんじゃないでしょうか。これ皮剥くの難しいな。ピーラー使えばよかった。はい、次は人参ですね。ヘタを落として、そしたらね、皮を剥いていきましょう。ピントが合わないな。ピントよ、あえ。まあ、人参は食べやすいサイズにね、細長く切っていきましょう。よし、具材を入れていこう。人参、ものすごく適当だな。いいんだよ、適当なのが男料理ですから。里芋もなんか下処理した方がぬめりが取れるらしいんですけど、やっぱ食材本来のぬめりっていうのをね、味わわないといけないと思うんで、うん、ただの言い訳なんですけどね。食材本来のぬめりを味わいましょう。そしたら次ね、だし入れます。だし、こんなもん、こんなもんやな。そしたら水を入れて火にかけていきましょう。味噌汁に入れる前にちょっとだけかじってもいいですか。いいじゃん、ちょっとぐらい。ほほ、うまいね。何も味付けてないけど、うまみがすごいわ。入れましょう。これ俺が食うだけだからね。この素揚げも食ってみようかな。あ、素揚げは素揚げでうまいな。入れましょう。うわ、これはうまいわ。うん、確かに。もうわかるもん。まずいわけがないわ。そしたら味噌を溶いていきましょうね。味噌溶くやつ買っといた方がいいな。あの、こせるやつね。顔を買おうと思ってね、毎回忘れてんだよね。はい、もう決まりました。これうまいです。はい、もうわかってます。うまいです。
絶対にうまいわ。完成。はい、それでは刺身を作っていきましょう。とりあえずコクハーラからいきます。ちなみにね、島ではクルバニーって言われてます。この魚大きいとね20キロ超えるね、かなりね大型になる魚ですよ。これはね結構まだちっちゃい方でも多分一番美味しいぐらいのサイズだと思うんだよね。どうだろう、8キロぐらいが一番美味しいのかな。大きいとね筋っぽくなるんだよね。おお、美味しそうです。硬っ。ここのね腹骨が硬い時はこうやってテコの原理を使ってやると外れます。美味しそう。匂いはないか。大丈夫、完璧です。はい、それでは腹骨を落としていきましょう。そしたら中骨を落としていきます。そしたらですね、皮を引いていきましょう。あ、下行ったな。下行ったぞ。下行った感覚がしたぞ。大丈夫か？下行ってないじゃん。何を言ってるんだ。うわ、ちょっと行ってた。いや、行ってない。いや、行って、うん、行ってない。もう案外ね、油乗ってない。微妙。まあ、刺身はね、油乗ってると量食えないからね。いや、でもいいわ。ちょうどいいぐらいな気がする。このままだととんでもないデカさなんで、半分に切ります。半分でもね、相当大きいけどね。やっぱ熟成するとね、結構身が柔らかくなるんで、ちょっと厚めに切っても美味しく食べれますね。1日目とかはね、こんだけ厚く切るともう歯ごたえがすごすぎて噛み切れないっていう事件が発生しちゃうんですけど、こんだけ熟成したらもう大丈夫。ここに来ての悲しいお知らせなんですけども、大葉買うの忘れてました。今ね、雪の下しかない。うん、雪の下でやってみましょう。うわぁ、大葉買うの忘れてたの悲しいな。雪の下でどうなるだろう。雪の下かわいいでしょ、これ。雪の下ちっちゃいな。いや、まだあったぞ。笹もあった。笹の方がマシなんじゃないか、雪の下よりは。あ、うん、まあマシか。さて、最後アゴハタさばいていきましょう。まずは頭を落として、久々にこんな小さい魚さばくよ。意外とね、皮が硬いんだよね、この魚。ちっちゃいくせに。そしたらここ切り込みを入れて、反対側。はい、そしたら腹骨を落としていきましょう。ちょっと傷んでるから多めにね落としましょう。で、身はかなり小さいんで、骨抜きでね骨抜いていきましょう。包丁で取るとね身がなくなっちゃいそうなんで。全然骨取れねえぞこれ。うわ、これは取れないかもな。あ、取れないタイプの骨してんだこれ。あ、取れた取れた。これじゃあね、皮を引いていきましょう。わ、分厚いな。よいしょ、こんな身です。普通だな。切っていきましょう。あ、身がね柔らかい。水っぽいわ。やっぱりね、なんかね、動かない魚って水っぽいんだよね。毒がある魚って動かないからさ、こいつも全く逃げなかったし、とても水っぽいね。煮付けとかが美味しかったかもね。はい、それでは完成しました。いただきます。まずコクハーラからいこう。コクハーラ、
いただきます。あ、美味しい。熟成ちょうどいいぐらいだったかも。うん、匂いもないし、すごいね、食感もいいぐらいになってるし、旨味もね、バッチリだわ。うまい。なんか、6月か7月ぐらいにもコクハラの動画出したんですけど、その時の刺身は、別にそんなにって感じだったけど、やっぱりね、冬になって脂乗ると美味しいね。そしたら、こっちも食べてみましょう。そぎ切りの方ですね。美味しい。めちゃくちゃ美味しいわ。はい、そしたらアゴハタいってみましょう。どうなんだろうね。いただきます。なるほど、全然苦い。皮にだけ毒があると思ってたんですけど、全然毒の苦味がありますね。非常に美味しくない味がします。この毒はね、ペプチド毒って言って、小さいタンパク質の毒みたいな感じなんで、おそらくね、加熱すれば変性して大丈夫なんで、煮付けが良かったなあ。苦いわ。まあ、でも食べますよ。それは食べますよ。苦っ。とても苦い。じゃあ味噌汁いってみましょう。これがさ、もうまずいわけないでしょ。うわぁ、今片栗粉ありの方食ったんですけど、うまい。あ、これうまいわ。今まで俺が作ってたのは、炭火焼きにした後に味噌汁に入れたりとか、他には霜降りって言って、ちょっと下茹でして匂いを飛ばしてから味噌汁にしたりしてたんですけど、まあそれはそれで上品な味ですごい美味しいんですけど、これはね、なんだろう、パンチがあってすごくね、美味しい。パンチのあるうまさですね。片栗粉つけてる方がうまい。もう魚の出汁もすごい溶け出してて、野菜とかもね、すごく美味しい。うん、これおすすめですわ。めちゃくちゃ美味しい。簡単だし。なんだろう、片栗粉がついてる方がうまいのは、その片栗粉の衣の部分に味噌汁が絡んで、それでね、すごく美味しくなってる。ちょうど絡める部分があるっていうのがいいね。素揚げの方はそれがないから、片栗粉がついてる方と比べて味がね、ちょっと薄いし、物足りない感じがある。はい、それでは、ごちそうさまでした。いやー、まぁちょっとアゴハタは残念でしたけど、やっぱ美味しかったですね、コクハーラは。なんかね、やっぱり、こういう分泌系の毒って、溶血性が多いのってさ、多分あれなんだろうね。魚ってさ、エラが弱点なわけだからさ、こうやって水吸い込むところのエラに直接作用するんだったら、まぁその、赤血球を壊す作用がね、一番効果的ではありますよね。ナマコのサポニンとか、あともう覚えてる人いないかもしれないですけど、南牛の下のパラダキシンとかもそうだけど、やっぱりね、その分泌系っていうのは、溶血性のやつが多いですよね。でももうやっぱりアゴハタは取らないかな。本当に食べちゃいけない味がする。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。